津監督が長岡秀樹を起用し続けるのは、2人のある約束が守られているからです。本日の動画は、ヤングスワローズを代表する長岡秀樹についての動画になります。今シーズンは絶不調でありながらも、6月終わり時点で67試合に出場と、村上、オスナに次ぐ試合数に出場しています。ファンからも起用法の疑問や、結果を残しつつある武岡との起用の差で話題となりました。そんな長岡秀樹の起用について、高津監督の著書、一軍監督の仕事では、2人が交わしたあの約束が今の起用につながっていました。今回の動画ではそのエピソードをご紹介させていただきます。長岡秀樹は奥川恭伸がドラフト1位でヤクルトへ入団した年である2019年ドラフトの5位、20年21年の2年間で1軍で放ったヒットはわずか1本。周りには西浦や本山、同期の武岡もおり、21年では西浦や本山がショートの中心としてリーグ優勝、日本一を果たしたチーム状況でした。普通に考えれば高卒のショートは2軍で経験を積み、1軍での守備固めや代打などで少しずつ信頼を得ていくものでしょう。しかし2022年の開幕戦のスターティングオーダーには6番ショート長岡の名前があり、全く無名の若手が大抜擢となりました。そしてシーズンが終わってみればリーグ優勝のショートストップであり、さらにはゴールデングラブ賞の獲得、背番号も58からかつて田中広康や内川誠一がつけた7番に変更され、球団としても長岡をチームの顔に育成していこうという意向が見られるまでに成長しました。シーズンが終わり自主トレ期間となった際、ここでも高津監督との約束につながる大きな指導を長岡はソフトバンクのある選手から教わります。知人男性こと上田剛から58番いいバッティングするなぁと声をかけてもらったことが大きなきっかけとなります。オフには青木や山田といった球界を代表するチームの顔と自主トレがしたいと思いお願いしようとすると、上田からは青木や山田と一緒にトレーニングするのは簡単なこと、今のうちに他チームの選手からたくさん学んだ方がいいよと提言され、ソフトバンクの中村晃や栗原との自主トレをすることとなりました。自主トレではバッティングだけでなく栄養についてなど食事面でも学ぶことが多かったそうです。さらにバットをもっと迷わずに思いっきり振るようにと指導を受けていました。そんなキャンプを経て2022年シーズンでの長岡について高津監督はこう振り返っています。正直運にも恵まれていた。キャンプイン当初長岡は2軍に振り分ける予定だったが、コロナの関係で内野に枠が1つ空き、繰り上がりとなった当落線上の選手でした。監督も長岡の打席を見て、こんなバットをブンブン振れて思い切りが良い選手なんだと知ったといいます。オープン戦でも結果を残し開幕戦に抜擢され、開幕戦でなんと4安打を放ちます。監督がダグアウトでコーチ陣と「長岡ってこんなに打つの?」と会話をしたのを鮮明に覚えているほど衝撃だったそうです。こういう一つのチャンスをものにする何か持っている選手というのはプロの世界で成績が残せる共通点だとも語っていました。守備に関しては開幕戦でも強い打球の処理ができないことなど記録に残らないエラーやミスがありましたが、高卒3年目のショートだしこんなもんだろうと監督は見守っていたそうです。しかしシーズンを通し経験を積んだ長岡の成長は高卒の特権と言って良いほどのものでした。そして長岡のすごいところとして体の丈夫さでした。コロナによる離脱はあったものの、結果的にチーム2位の139試合にスタメンで出場しました。シーズンが終わり秋のキャンプ、監督から見た長岡の守備の姿は、捕球からスローイングまで驚くほど成長していて、そりゃゴールデングラブ賞を取るわなぁと思ったほどだったといいます。こう振り返ってみれば長岡の2022年シーズンはお釣りが来るほどの満点のシーズンだったでしょう。高津監督は直接選手に対して意見を言ったりすることはほぼなく、コーチ陣を通すことがほとんどでした。しかし長岡は22年シーズンのある日、監督室に呼ばれることとなります。
1月の試合でした。相手投手は変化球が定まらず、カウント2ボールナッシング。次の球に何が来るか一目瞭然であり、ストレートを待てばいい場面。そしてそのストレートが来ます。しかし長岡のバットがスイングされることはありませんでした。この場面フルスイングして良い場面であり、思い切りの良さを買われて抜擢されている長岡に監督はフルスイングして欲しかった、いやフルスイングできる選手でなければいけないと思ったのでしょう。この試合後に長岡は監督室に呼ばれることとなり、あの場面なぜスイングしなかったか真意を問いたそうです。長岡はタイミングを測りに行ってしまったと答え、その答えにいろいろ思うことがあったというのが監督の本音でした。疲れから集中できていなかったのか迷いがあったのか定かではありませんが、中途半端になったことに対して監督は長岡の23年シーズン不調に陥るも起用し続けるある約束を交わしていました。フルスイングすることを忘れないでほしい。岡ちゃんが何個エラーしようと打率が1割台になっても俺は使うから、だからあのカウントになってタイミングを測りに行くとか今の段階では求めていない。思いっきり振った結果凡打になることを恐れないでほしい。さらにフルスイングできなくなったら外すからね。フルスイングすることが岡ちゃんの仕事だよ。こうして高津監督と長岡はフルスイングし続ける限り起用し続けると今の起用につながる大きな約束を交わしていました。その後監督と長岡は初めてラインを交換したらしいですが、その後の後半戦ではこの約束を守り、打率2割4分1厘、本塁打は9本、カウントによって配球を読みフルスイング、追い込まれればファールで粘ることもできるようになり、打撃でも大きな成長を遂げました。出塁率が低いことをよく言われる長岡だが、監督からしてみれば長岡の次は投手、8番長岡の仕事は出塁ではなくフルスイングを求めました。そして2023年シーズン6月時点でチームはまさかの再開。自分の成績も振るわない中、監督との約束を忘れずフルスイングを続けています。6月末時点で66試合に出場し、打率2割1分6厘、出塁率2割6分4厘、本塁打2本。この今季初の本塁打は長岡にとってプロ生活初のサヨナラホームランでした。この時のお立ち台でのコメントが、水をかけられるのに憧れだったんですけど予想外すぎて準備してなかったって言われました。さらにベンチでの様子を聞かれると、風のおかげだぞと、褒めてもらえませんでしたとコメントしていたのがとても可愛い印象を受けましたよね。このフルスイングが、この一勝が大きかったよねと思えるように、長岡そしてチームの巻き返しを期待したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。面白かったよと思ってもらえましたら、グッドボタンとヤクルトの勝利へつながるチャンネル登録をよろしくお願いします。今回紹介させてもらった高津監督と長岡のエピソードについては、公文写真書より販売された高津監督の著書、理想の職場マネージメント一軍監督の仕事より紹介させてもらいました。様々なエピソードがあり、ヤクルトファンなら必読の一冊となりますので、ぜひ概要欄のリンクから購入することをお勧めします。それではヤクルトの優勝を目指し応援頑張りましょう。ご視聴ありがとうございました。